こんにちは。私、ハンプソン・キャスリンと申します。東京大学理学系研究科、携帯人類学の研究室の、特任研究員です。で、私、あとイギリス人なんですけど、学部の時からずっと、日本学と人類学を勉強してて、で8年前にあと東京大学で勉強、大学院で勉強するために日本にまた来ましてて、でそれから修士と博士を取って、で今は仕事としては、ポストックとしては、人骨に関するの研究を行われています。大学院修士の時からずっと研究しているの遺跡がこちらに展示されているの隕石なんですけど、こちらが材木製遺跡っていう鎌倉市の鎌倉時代の遺跡なんですけど、こちらの写真が見えるようにちょっと埋葬状態がおかしくて、で同じの穴の中に頭骨ばっかりとか、あと獣骨、動物骨と一緒に埋葬されている状態で人骨なんですけど、同時にこの遺跡が発見されているのは中世時代の人骨は初めて見つかっていて、で発掘者は鈴木久志先生が300人ぐらいの頭骨を見て、でいろいろこういう傷とか刀の傷とかいろいろ変な、痕跡とかはありますので、もしかして、この遺跡に埋葬された方が、その同時の新田義貞攻めの犠牲者なのかなって推定したんですけど、人工的な傷がいくつのも展示してますが、一番右手前の方だったら、もしかして分かりづらいかもしれないんですけど、槍からやられたの傷と判断しました。修士と博士号の時に鈴木先生がまだ見てない頭骨を考察して、最初は復元とかいろいろ行われてたんですけど、結局傷の割合がなかなか少なかったっていう結果が出まして、でそれをもしかして、同じ遺跡の中でもいくつの穴、穴とか遺構がありまして、で各遺構がもし亡くなっている理由が違うなのかなって推定して、材木製遺跡はもともとより、もともと推定したより複雑な遺跡なのかなと思って、でこれから材木製遺跡と周りの中世時代の遺跡はどう異なっているのか、どの関連があるのかってずっと調べたいと思ってますので、そういう作業は今進んでいます。最後に結構私よく聞かれてるものなんですけど、聞かれてることなんですけど、なぜ人骨に興味があるのかって、いろいろの人から、友達とかでも家族とかでも他の専門の人とかでも聞かれてますが、それが本当ちゃんと考えると、人骨から調べられることが実際にあるので、なんていうか歴史文献とかそれに書いてないものが、骨にあるっていうことになってますので、それを必ず前の時代、歴史時代からのその前の時代とかでも、その生きていた人を何を生活していたか、どうやって亡くなったのか、いろいろ本当の人の生活とか生き方とかは調べられるので面白いのかなと思っています。それプラス、歴史時代、特に歴史時代で歴史文献がたくさんあるんですけど、そういう歴史時代の文献とかは結構その社会段階の上の人に関するのが多いなので、その一般の人とか町屋の人とか、社会段階の下の人とかはどうやって生きていたのかっていう、どうやって文化があったのか、いろいろ歴史文献に書いてないことが多いなので、歴史学だけでは書いてないものが結構ありますので、それを完全に発掘された人骨を調べると、そういう人に関するもいろいろ勉強になれると思いますので、完全に興味深いと思います。